今日これで総理とはどういったことをお話しされたんでしょうか。今、辞表を提出してまいりました。その、辞表を提出されたご自身が辞任される理由について伺ってもよろしいでしょうか。はい、今回ですね、予算委員会一巡済みまして、これからの国会審議等々のことを考えたときに、このタイミングで国会審議に触らないようにするべきではないかと自分自身で考えてきたんですけれど、このタイミングを逃すわけにいかないかなと思って今日私にいたしました。代表質問以上です。各社さん何かありますでしょうか。共同通信に近いです。はい、現在ただいま総理とお会いになられたのはお二人でお会いになられましたでしょうか。はい、二人でありました。ありがとうございます。朝日新聞の阿部です。はい、本日は経済財政諮問会議が予定されて月末には総合経済対策の取りまとめもありました。はい、年内にはスタートアップ5カ年計画の策定もありますが、はい、この時期に大臣を退かれる責任についてどのようにお考えでしょうか。これは本当に大変重たいと思っております。そのタイミングというのもですね、ギリギリ考えた中で、このタイミングしかないかなと思ったということです。TBS ラジオの川田です。ご自身としては何が一番問題だったとお考えでしょうか。私の立場は、私に限りませんが、政府の一員というのは、国民に対してきちんと説明責任を果たしていかなくてはいけないということだと思っております。私は前々から申し上げているように、その資料ですね、自身の資料を1年ごとに大体こう片付けてしまうという、そういうオペレーションをやってきたものですから、どうしても自分自身でさまざまな過去の出来事というものを調べられないという状況にございました。したがって外部から指摘をされることによって、それを説明するという後追いの説明という形になってしまったと、結果としてそれがですね、政権に対してもご迷惑をおかけすることになったと思っております。北海道新聞ですが、総理にはいつ辞任の意向を伝えられたのかということと、今辞表を出されて総理からどのような言葉がありましたか。もちろんその辞表は今日提出したわけですから、それ以上でもそれ以下でないと思う、そう思っていただければいいと思います。また総理と何をお話しされたかということについてはですね、それは政治家同士の話ですから控えたいと思います。時事通信の席ですけれども、辞表は受理されたという認識でよろしいでしょうか。だと思います。はい、TBS ラジオ川田です。この間の先ほどもあったと思うんですけど、後手後手の説明で国会議員としての信頼も損ねたように感じるんですが、辞任辞職はされないんですか。はい、もちろん説明責任はね、国会議員も果たしていかなくちゃいけないことだと思いますが、やはり閣僚というのはより一段重い立場だと私は思っております。で、実際にですね、もちろん当該団体と言われているような団体の会合に何度か出席をしたことがですね、これは国会答弁でも申し上げましたけれど、当該団体に信用を与えるような、そういう結果となってしまったことについては深く反省もしておりますし、これからはそういうことがないようにやってまいりたいということは、つどつど申し上げてきたわけなんですが、そういう意味で言うと、その我々国会議員、我々と言っちゃいけないですね、私が国会議員として何か法に触れるようなことをやってきたというわけではありませんから、この国会議員の活動というのはしっかりと信用を取り戻すためにこれからも続けたいと思います。文化放送の山本です。はい、今後の説明責任というのはどのように果たしていかれるんでしょうか。また新たな大臣が把握されていないような写真なりビデオなり何らかの会合の情報が出てきたときはどのような形で、国民に説明をされるのか。それはあらゆる機会を使って説明はしたいと思います。あらゆる機会というのは、もちろん聞いていただければお答えしますし、しかし閣僚でなくなるとなかなか皆さんもね、一般の議員に対して取材をするということはだいぶ数は減るじゃないですか。ですから、何かしらのですね、公表できるような方法をしっかりその時その時に考えて公表したいと思います。神奈川新聞の三木です。はい、地元の有権者に対して、いつどのような形で、説明されるお考えでしょうか。これから毎日やることになるんじゃないでしょうか。具体的には適当だったり
いや、あらゆる手段を使うことになると思いますが。日本放送畑中と申しますが、交換ですね、後出しじゃんけんとか瀬戸際大臣だという言葉もあったわけですけれども、その言葉に関しては何かお感じになることありますか。これは先ほど申し上げたように、私に限りませんが、閣僚というのはですね、重い説明責任を負っていると私は思っております。先ほど申し上げたように、自らの事務所に資料がないということで、外部からの指摘に対応せざるを得なかったというのは事実です。ですから、それを何か言ってもしょうがないことだと思いますので、その事実が出てきてくれば、きちんとそれに対して調査をし、丁寧に説明をすると、そのことを尽くしてきたつもりですけれども、これからもその姿勢は崩さずにやりたいと思います。朝日新聞の阿部です。説明責任については、以前から資料がないために果たせないというふうに、大臣自身も会見でおっしゃったと思うんですが、はい、果たせないということでの、閣僚の辞任というのは、もう少し早いタイミングとかですね、検討されたりお考えになったことはあったんでしょうか。それはもちろん、説明責任を果たすということに全力を挙げてきましたから、その中でさまざまなことがある中で今日に至ったということですね。毎日新聞の中村です、はい、国会の開会前にはですね、国会での説明を丁寧にして、かつ任された職務を果たすことで職責を果たしたいというふうにおっしゃられてましたけども、はい、今回その予算委員会に臨まれた中でご自身の説明責任を果たせなかったというようなご実感をお持ちだということでしょうか。総合的な判断です。ご自身の中でご決断はいつ頃されましたか。それも総合的にいたしました。改めて統一教会との関係というのは説明できていたとご自身ではお考えですか。それは、有権者国民の判断を仰がなくてはいけないことだと思いますが、しかしそのなぜ説明できなかったかということは今申し上げた通りですけれど、何か深い関係があったわけじゃないので説明ができなかったというのは事実なんですね。ですから、なんか重要な何かだといえば当然自分でも覚えていると思いますが、数多くいろいろなものがある中の一つとして扱ってきたものに関してですね、何かその印象としてインパクトのあるものでない限り、なかなかそれは難しいと思うんですね、説明をしろと言われても。で、今日も国会でも申し上げましたが、私自身は20年間政治活動をやってまいりました。数千や数万の会合には出てると思います。で、それを全部覚えてることの方が自然ではないと思うんですよね。しかしそれはもちろん、そういった会合の中で思い入れのあった会合や重要だと思ってそれで記憶している会合というのは当然あります。しかしこの団体とのお付き合いというのはそれほど深いものではなかったものですから、だから、なかなか自分の中に残っていなかったということなんですね。しかしそれが皆様方に説明をしてもなかなかご納得いただけない状況であったということは事実なんじゃないでしょうか。共同通信小西です、はい、今回の辞任に関しましては、ご自身の決断でしょうか、それともその総理からお話があってそれを受けてというものでしょうか。もちろんこれは自分の決断です。読売の岡本です、はい、総合経済対策もうすぐまとめる時期になっていると思いますし、物価高対策とか新しい資本主義対策とか岸田政権としてやらなければならないものがたくさんある中で、司令塔である大臣が辞任されることについて、そういう経済政策に与える影響はどう考えていらっしゃいますか。もちろん経済政策に影響を与えないギリギリのタイミングがどうかということは総合的に判断をするといった言葉の中には含まれています。ですから当然ながら経済政策には影響があるようにはしないようにこのタイミングを選んだということです。今日がそのギリギリのタイミングだったっていう、はい、よろしいですか、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。